はい、おはこんばんにちは。ゲーム実況をしております、穂村と申します。今日もよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はですね、お知らせの方を先に、紹介したいと思います。その後にちょっとミラーズの、演習ですね、追加された、項目の、ザン HP についての説明をしようかと思います。お知らせの方は、カコちゃんの方だけ、紹介いたしますね。まあ、ドッペルが来たということで、まあ、皆さん、A ドローとかね、いろいろそういうところで使われている方々たちはよく使われているとは思うんですけれども、そのカコちゃんが星4から星5に上がったということで、かなり耐久力が上がりました。まあ、HP、ディフェンスともにかなり上がりましてですね、攻撃力もまあ、本当に文句なしぐらいのところまで来てくれたので、まあ、優秀なヒールタイプというところですね。しかも、HP 回復、まあ、8なんですけれども、カッコ書きで状態異常解除後、必ずやるというところで、基本的には、でも、この、文章は、書かなくてもよかったのかなって僕は思いますね。基本的に確かコネクトって左から順番のはずなんで、状態異常解除っていうのを前に持ってくれば、交換すれば HP 回復と文章を、それで済む話だったような気がするんですけど、うん、まあ、一応親切心がある文章ですよね。一応状態異常解除が行われた後に、やりますというところですね。はい。まあ、かなり優秀な感じになりましたね。今まで以上に、はい。ちょっと僕も使っていこうかなって思えるぐらい強くなったと思います。はい。で、マギアについては、まあ、一応 HP の自動回復ということで、コネクトとは違って自動回復なので、即時回復じゃないという点だけ、気をつけていただければと思います。はい、そんなところですかね。じゃあ、本題のミラーズの方、やっていきたいと思います。ですね、ザン HP が追加されたというところで、お知らせの方を少し見ますかね。まあ、前説明した通りなんですけれどもね、うん。まあ、皆さんもざっくりは見てるとは思うんですけども、その詳細がわからなかったので、今回私の方でちょっと検証しましたので、そちらの方の説明をしていこうかなと思います、今日は。はい。で、ザン HP、ここですね。ザン HP に応じてポイントが増加しますと、ここの文章だけではどう増加しているのかがわからないという話で、今日試しで何回かやって、その結果で、どんな感じになってるかっていうのを皆さんにご説明しようかと思います。はい。他のところは今まで通りですね。うん。はい。じゃあ、この2段編成に対してちょっと行きたいと思います。まずは一戦戦って、まずどういう表記になるのかというところを皆さんにお見せしようかと思います。という感じで、終わりましたと。そうなると、こんな感じで出ます。基本スコアに関しては、今まで通り、1000ポイントが基準になりますので、ここについては、今までと変わりません。固定ですね。で、ちょっと一回これ飛ばして、バトル評価については 1.5。これが、ターン数とコネクトの、掛け合いっていうんですかね。で、決まります。さっきは、2単1コネなんで、最大値を取ることができていました。はい。で、これが、戦力ボーナス 1.8 倍。これが、相手の戦力によって、これが 1.7 倍だったり、小さい方だと 0.7 とか、まあ、いろいろあるんですけれども、そちらの方が反映されているので、ミラランに関しては、これは入る前に見えているので、1.8 が一番高いポイントになっていますので、できれば、まあ、勝てるのであれば 1.8 倍をどんどん選んでいただいて、戦うのがいいのかなと思います。はい。じゃあ、ザン HP について、これ63って書いてあるんですけれども、これが何かっていうと、これパーセンテージになっております。いわゆる 63%、私が残った状態で終わりましたというところで、これを 63% で、じゃあどうやってこれ出してんのっていう話なんですけれども、ちょっと口頭で言うんですけれども、おそらくちょっと想定で2パターン想定してたんですけども、その片方がやっぱり、多分適用されてるみたいで、まあ、あれですね、おそらくなんですけれども、この
僕が編成しているアルマド、フェイト、ナノハ、この HP をすべて足し算します。で、そこから、アルマド分を引いて、それを、パーセンテージにしてるっていう感じになります。なので、1体ずつが 33.333% みたいな感じではなく、あくまで全部の値、全部の HP を総合した後に、いわゆる削られた分引いて、それをパーセンテージにしてるっていう感じになります。なので、さっき言ってた1体あたり 33.3% であれば、ここのボーナスが 66% とかになってるはずなんですけど、67% か、だから。なってるはずなんですけど、63になってるっていうのは、そういう計算式になっていると思います。はい。で、ちなみにこれが2870という感じなんですけれども、ちょっとまずは、電卓の方をちょっと出したいと思います。はい。こんな感じですね。ちょっと見づらいですかね。はい。じゃあまずは、すいませんね。線、基本と、バトル評価と、戦力ボーナスと。で、これを足し算すると、今まで通り、多分ミララやってる人たちは、多分見て、見慣れた数字だと思うんですけど、2700ポイント。これが今までの最大理論値数だったんですけれども、この演習スコアって、2870ポイントになってると思うんですけれども、いわゆるここからまあ2870を引いたら170ポイント残 HP 分で加算されております。これが何かというと、ちょっとメモ帳の方ですみませんが、こんな感じになっております。こんな感じですね。ちょっと今、あれですけど、これかな。ちょっと下に入ってるからうまく見えないかな。で、ポイントに応じて変化するんですよね。そのポイントっていうのが、さっきやった2700ポイントっていう、これもあれですね。まあ2700だったというところの、ここ、このポイントに応じて変わってます。はい。これですね。100% であれば、270ポイント加算されます。っていうわけで、まあそれを例にすると、まあいわゆる 10% あたり 27ポイントですね。だから 1% あたり 2.7 ポイント加算されることになっております。すいません。結構話が前後してますけれども。はい。じゃあそのポイント数ですね。2700×0.063% を掛け算すると170ポイントという感じになります。なので、ここに書いてある170ポイントっていうのが、それになります。なので、先ほど2700でしたよね。バトル評価と戦力ボーナスと基本スコアを掛け算すると2700と。で、演習スコアが2870だよって言ってるところから、引き算すると170ポイントっていう、この170は何ぞやっていう話だと、2700ポイントの 63% なんで170ポイントですよっていう表記になっております。はい。というわけでですね、なので、今の、最大のポイントが、2700+270 のこの2970ポイントっていうのが、おそらく今後のミラランの、一番最高スコアになります。ただし、1.8 倍でかつ、100% 維持するっていうのは、かなり至難の業でした。はい、僕は取ることができませんでした。唯一取ることができたのがバトルボーナス 1.4 倍で、2520取って、一旦キルしたっていう時がありましたけれども、やっぱポイント数はかなり少なかったんで、まあやるとしたらやっぱり 1.8 倍を狙いつつ、できる限り、まあ、HP を残した状態でっていう話なんですけれども、ここに書いてある通り、100% を維持してでもマックス270です。はい。まあ、かなり大きい数字なんですけれども、この普通にさっき戦った状態 63% でも100しか変わりません。もう、下手して負けるぐらいだったら、まあ、確実に、勝ちにいった方がいいと思います。これが、一体残しになって、こちらがですね、勝っても 30% ぐらいはもらえるので、これから 30% 引いても、まあ、85ぐらいかな。
はもらえるので、下手して負けてね、100ポイントとかよりかは、僕的にはいいかと思うんで、結局戦い方自体はあまり変わらないんですけれども、まあ、ポイントをできる限り多く取りたいのであれば、2体じゃねえ、HP 回復を持ったキャラを連れていくとか、まあそういったところですかね。あとは耐久編成にして、最後スキルで一気に HP 戻して、3ターン目で 100% の状態でして、3ターン2個で狙いつつ勝つとか、まあいろいろ試行錯誤することはあるんですけれども、まあそこまでしてやる必要があるかとか、まあそれをしたことによって負ける可能性もあるんで。なので、そういうところの点については、次回以降、僕の方でも少し検証してみたいと思いますので、どんな編成がやっぱりこのザン HP を取るためにはどんな編成がいいかっていうのは、検証していこうと思いますので、あとはあれですね、かなり前かな、1週間前ぐらいにまあ告知していた通り、皆さんと一緒にね、どんな感じかっていうところを、相談しながらやりたいというのもあるので、ライブ配信する予定なので、もしよろしければライブ配信にぜひぜひ来ていただいて、ご意見ご感想を言っていただけると僕的にはとても助かります。はい。で、動画の投稿がもしありましたら、ぜひぜひちょっと参考程度にでも見ていただけると、とてもありがたいです。はい、皆さんの参考になればと思います。はい。というわけで、かなりね、最後の方グダグダと雑談してしまいましたが、申し訳ございません。はい。じゃあ今日はこのところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。